へやっ。やーしゅくん、こんばんは。小生セイワノノムラナワーコアザナオショーケラと申します。十三神仙が一人傲慢の罪担当、以後お見知りおきを。さて、前回闇の狭間に隠れたゴブリンの王ギアスを引きずり出すために時間の砂を錬成したエイリーン。主人公はそれを用いて闇の狭間からギアスを引きずり出すことに成功した。激しい戦闘の末、ゴブリンの王を打ち倒した主人公ギアスは、最後の言葉を伝えるべくベリア村村長の孫娘エマ・バルタリの前に腰掛けた。彼は同族であるゴブリンを守るために力が必要だったのだ。黒い石はそんなゴブリンの王に若く強い肉体を授けてくれた。それは同時にクロン城の悪夢が始まるきっかけでもあったのだ。さて、諸君は覚えているだろうか。インプの隊長レッドノーズに力を授けた謎の人物を。そう、黒いフードをかぶった男がゴブリンの王ギアスに黒い石を授けた犯人だったのだ。その男はギアスに言う。悪夢を終わらせたければクロン城の先頭にある遺跡を破壊しろと。ここでようやく話がつながった。インプの集団が西部警備キャンプを襲っていたのは、ゴブリンの王ギアスがインプの虐殺の罪を人間になすりつけたためだった。そしてインプの隊長レッドノーズは力を得るため黒いフードの男と契約した。この紋章を忘れるなと。一方、住んでいた土地をインプたちに奪われてしまったゴブリンの王ギアスは、同じく黒いフードの男に言われた通り悪夢から解放されるべくクロン城へと襲撃する。ところがクロン城に居座っていたメディア反乱軍は強く、大きな抗争が勃発。ゴブリンたちはベリア村を訪れる荷馬車を襲うことで力を蓄えていたのだ。なぜ黒いフードの男は争いを手引きしたのか。クロン城の戦闘に一体どんな遺跡が隠されているのか。その答えを口にするより先にゴブリンの王ギアスは消えてしまった。そんな中、闇の精霊は主人公に語りかける。クロン城の先頭にある何かが俺たちを呼んでいると。一方、出世を目論んでいたタクロスはギアスを取り逃がしたことにお怒りだった。ギアスはもう倒したから安全だと告げるエイリーンは続けざまに尋ねる。クロン城の遺跡を守る者とは一体何者なのかと。実はタクロス、もともとメディア反乱軍の一員だったのだ。かつてクロン城を占拠していた彼はゴブリンの襲撃を受けて戦友と隊長を失ってしまった。それからメディア反乱軍は暴徒化してしまったらしい。彼は虚しさからクロン城を脱出。今はベリア村を守るため対ゴブリン特殊任務部隊隊長を務めている。隊長を失った今はメディア廃山兵と呼ばれている彼らが、クロン城という廃墟で孤立したまま長く駐屯できた理由は外部の支援を受けていたからだという。しかし誰が彼らを支援していたのかはわからない。支援してくれた謎の人物が提示した条件は、戦闘の入り口を守ること。つまり、ゴブリンの王ギアスが壊そうとしていた遺跡を守ることであった。タクロスは、メディア廃山兵の中で協力してくれそうな人物としてビードルを紹介してくれた。複雑に入り乱れたこの物語に終止符を打つことはできるのだろうか。主人公はクロン城に忍び込むため、ビードルに会いに向かうのだった。ちょっと待って、降参だよ、降参。まさか私に会いに来たんじゃないよね。私に会いに来たって本当に。あ、びっくりした。心臓が。なんだよ、このビードルを驚かせるとは何者だ。めっちゃ小心者じゃん。なんだって。クロン城に潜入する手伝いをしたらベリアの住民として迎え入れてくれるって。ムービー入った。君がどうやって。君一人連れて行くのだって大変なのに。おまけにタンコブが2つもついているみたいだが。こんにちは、エイリーンです。私たちを助けてくだされば必ずお礼をいたします。この子のおじいさんはベリア村の村長なんです。どうでしょう、ベリアに住みたいと聞きましたが。お本当だ、あの有名な苦笑い姫。おっと、この苦笑い姫。そういうことならお嬢さんたち、このビードルが誠心誠意お供いたします。こう見えてこの城の補佐官ギルド院出身なんですよ。俺たちがあの廃墟にずっと駐屯できたのは、当然外部と取引をしてきたからさ。どの商団に所属しているやつかは知らないが、やつらは几帳面にも補給品をしょっちゅう確認しに来るんだ。だから補給品を確認しに来たといえば入れるはずだ。ちなみに合言葉は鉄砲、タバコ。いいな。さ、こんな役目は真面目な冒険者より
やっぱりお嬢さんたちが。手を上げろ。動けば撃つぞ。鉄砲。鉄砲。爆。なんだ。黙っているからてっきり偵察かと思ったじゃないか。ああ、そそっかしい新入りなんだ。さっさと終わらせて勤務交代よ。しっかり教育しろよ。待ってよし。急ぎましょう。最近厳しすぎないか。一日に二度も点検に来る必要があるか。徹底した在庫管理は商人の基本です。待て。おい、追放されたビードルじゃないか。お前がなぜここにいる。おい、そこは誰もいな。クロン城潜入完了。危ないと思った。見た目よりなかなか腕があるな。それはそうと、こんな危険な場所にお嬢さんたちが何の御用で。クロン城の先頭にあるという遺跡を見に来たんです。驚かないでください。タクロスから全て聞きましたから。ところで、初めて来たはずなのに本当に不思議です。まるで悪夢の中にいるかのように、何もかもが見慣れた光景です。悪夢？お嬢さんたちも毎晩悪夢を見るんですか。では、こっちのお嬢さんは海を渡ってきたという幽霊博士。あら、まだ博士ではありませんよ。姉はそうですが、あなたたちも悪夢でお悩みですか。もっと詳しく聞かせてください。そうなんです。以前はこれほどじゃなかったんですが、なんかやっぱり煙とか埃の表現って重くなる。カクカクしてる。ここが夢に苦しめてくるんです。なんか砂ぼこり立ってるみたいになってるじゃん。あの井戸にいっぱい集まっているんですよ。ここがね、多分重くなるんだと。娘たちの死体を集めたとかなんとか。ああ、恐ろしい。なんだよ、まさか井戸に。どうやって。よく見ろよ、兵士たちが山のように集まってるってのに。どうやって。なんとか井戸にたどり着いたとしても何をするってんだ。なんだよ、亡霊と話でもするってのか。冒険者様、これを見てください。ハンナを思いながら。覚えていますよね、バルタリ納骨堂でリッチが拾ってくれたクロン時代の日誌です。井戸に行ってこの試薬で日誌を燃やすんです。そうすれば思念が凝固され、少し会話が可能だと思います。ああもう、姉さんとこっそりハンサムな亡霊を呼び出そうと思って作っておいたのに、これをこんなところで使うことになるなんて。冒険者様、これを見てください。ハンサムな亡霊を呼び出すってどういう発想やねん。え、何、兵士に見つかってしまいましたって言われて戻されたわ。兵士しばけるん。これスニーキングミッションか。兵士ダメらしい、しばいたら。でも結構適当でも見つからへん。そんなことより私重くてダメです。これか。燃えろ燃えろ。派手にやるじゃないか。ダメだ、ここ重い。砂嵐が重い。これから毎日家を焼こうぜ。よし、できた。砂嵐抜けたら軽くなった。なんか兵士めっちゃ芝居てんねんけど、経験値うめえこいつら。毒が盛られたという井戸はしっかりと塞がれている。こうして一苦労して育てた子供は王に奪われてしまった。
牢獄に囚われ、尋常ではないその永遠の命のために。世界は崩れ落ちたが、私はハンナを永遠に忘れることはないだろう。温めきれずに抱きしめていった哺乳瓶の焼け跡を磨きながら。この城を埋め尽くす亡霊のせいだろうか、本は燃えなかった。しかし、すべての文字が消え去った。歳月さえ消すことができなかった本、文字が火に包まれ消えゆくと、井戸の周りにクロンの亡霊たちが姿を現した。うわ、なんかバックアタック食らってる。勝手に歩いてるだけなのに、追ってくんじゃねえ。この辺の兵士仕分けるよ、経験値おいしい。しかし私たちは叫び続けてしまいませんでした。こんにちは、経験値ください。この切迫した叫び声が届いた人がその血筋だったというだけ。冷たい風が吹きすさぶ静かな戦闘に子供たちが閉じ込められています。その入り口を王の忠実で強力な騎士が守っているのです。私たちがどうしてこの地を離れることができましょう。子供を置いて、母が、父が、離れられるわけがありません。その騎士は、もともとバルタリ三世の親衛隊だった。マキマル式どこにいる？理由はわからないが、忠誠心と武力。僕、めっちゃ上の方まで兵士殺しに来てる。だからか。彼は自らの忠誠を生贄とし、錬金術を美味しくて、人の血を捨て、怪物になったんだ。主君を守るために。そんな彼も例の事件に巻き込まれて肉体を失ってしまったが、恐ろしい怨霊騎士に生まれ変わり、ここに呪縛されているんだ。どこやね、この城のどこかに戻りましょうね。元来の巻物が残っているはずです。お、復活してるやん。怨霊騎士を呼び出すことが結構こいつらすごい復活する。どうか怨霊騎士を倒して、ありがたいことやな。子供たちを解放してください。一度だけ、二人ともこっち側にいいから、子供たちをこの胸に。なんかめっちゃスキルポイント習得してんねんけど。私こいつらは攻撃しなくても勝手に追いかけてきて。怨霊騎士を倒せばいいんだね。分かったよ。任せろ。じゃあ君か。また宝物を盗んだアプアールが出現しました。あんまり近づかないでくれ。幽霊にはあったのか。幽霊にあったよ。錬金術師の巻物。そんな紙切れ、このビードル補佐官様がいちいち気にするはずないじゃないか。ちばけ。そんなものはランドール副隊長の別動隊が。ちばいた。金塊100ゴール。100G。奴らが駐屯地をやたらと移動する。出てました。駐屯地をやたらと移動する。心配ご無用。まあ別に極秘でもなく。スキルポイントなんかめっちゃ手に入るんやけど、どういうことこれ。買い切れないぐらいスキルポイント持ってるけど。あそこの新人から奪えばいいんだ。なるほど。じゃあ新人から奪いに行くぞ。お邪魔しまーす。マキマル式またなんかどこにいるのか。すいませんすいません。兄さんはどこにいるのか。兵士殺してました。ああ、じゃあ一緒に殺す。一緒にレベル上げしよう。上の方にもいっぱい兵士いる。はい、広くなってる。なぜ一緒に戦わないのかって。君には情ってもんがないのか。エルデンリングをやりすぎているせいで人型を切るのにためらいがなくなった。それは気まずいな。確かに。調べるから押さないでくれ。ここから落ちたらあの良い木だよ。おこの塔じゃないか。点滅しちゃった。はしごを使って登ることができそうだ。いないね。こっちの奥の方。ランドール別動隊はあれしか残っていない。なんか知識、新しい知識、新しい知識。越したことはない。罠かもしれないぞ。わかった。あそこのはしごを登ればいいんだね。はしご登る。あ、どこまで来た？オッケーオッケー、戻るわ。そしたら一緒にはしご登りに行くで。スキル、新しいスキルレベルアップ。死んでった。一気にうおーって言いながら。なんか新しいスキル習得可能って言われた。あ、ロマン剣術か。はい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 。いつもはね、ニョキ。宝箱ある。戦闘始まりそうじゃない？
汚れのない宝箱。あ、登るの遅っそう、驚くほど遅かった。ギリスカートの中は覗けないようになってるよっこいしょあ、カビゴン、おかげで無事に上がってこれた。寝かさないと。やっぱりこの塔を守る意味があったんだ。ここに何やら怪しい鉢植えが一つある。あ、落ちちゃった。なんだその鉢植えは。最近になって枯れたようだ。鉢植えの手入れが死んだ廃山兵隊長の趣味だったとしても、別土体を使ってまで守るほどではないはずだ。鉢植え、植木鉢の土を掘ると古い銀の鍵が姿を現した。この鍵で開くことができるものが必ず近くにあるはずだ。頭がいいな。地図を見るとあの下に何かあるみたいだ。おお、あの扉の横に箱が見えるか。箱見える。あれか。オッケー、わかったよ。流れるようなスカートめくりさ、埃でいっぱいの箱。古い鍵で箱を開けてみる。見た目とは裏腹に中は何かでいっぱいだ。謎の文字で書かれた黒い巻物がある。おお、この作戦はうまくいくかと思っていたが、さあ、っちのはしごだ。あのはしごを使って戻ろう。箱を丸ごと手に入れた。ちょっと待った。近くにとてつもない怒りを感じるぞ。このすぐ下に別の亡霊がいるみたいだ。お前に何か言いたいことがあるってさ。なんだろう、何言いたいことあるんだろう。ロキシー、バルタリ三世だけに使える孤独な騎士。お前が巻物を読んでも答えない。新たな依頼。お前が近づこうとしているあの戦闘の遺跡は不死の錬金術師カプラスがもたらしたもの。カプラス、彼は永遠の命を実現させると王を誘惑したんだ。残念ながら真の目的は他にあった。悪人ハドムがこの世に降臨することだ。そのために清く純粋な生贄を求めていた。降臨の儀式は幸いに失敗。降りるときは一瞬なんや。足を純粋な黒い石からできた遺跡は屈強だった。まだ当時の亡霊たちがあのまま閉じ込められている。なんかでかいやついる。あれ敵？敵っぽいな。どれでかいやつ？なんか古参兵、ちょっとでかく見えた。ほう、上からどうも。あ、一瞬だったわ。出る幕なかった。あったわ。でも長きにわたって待っていた。恨みの鎖を断ち切る者を。オッケー、お前の恨み晴らしてやるよ。なぜ急に止まったんだ？お嬢さんたちが待ってるぞ。早くはしごを登らないと。だ、先に。しきちゃんが壊滅させてる音が聞こえる。よっしゃ。身内にもやらせろ。よっしゃ。よっしゃ。お魚アタック。戻られましたね。何かあったのではないかと心配しましたよ。大丈夫だよ。ここに来て何年経ったと思ってるんだ。目をつぶってたって城くらい登れるさ。ああ、すごいですね。ところでどうして追い出されたんですか。まさかここに来てこの仕打ちとは。ああ、そんなのってあるかよ。仲間が毎晩運命に悩まされ、血だらけになってゴブリンと戦いながら死んでいくってのに、命を危険にさらしてまでこんな崩れた廃墟にいる意味があるのか。だから
せめて俺だけは何か持ち出してずらかろうと隊長代行の部屋を漁っていたら見つかっちまったんだよ。こいつ最低かよ。そろそろ移動しよう。あっちの秘密の部屋に。そりゃお前クビになって当然だわ。秘密の部屋ね。ハリーポッターと。ということで本日はここまで。無事にクロン城に潜入した主人公たちは、少しずつバルタリ三世が犯した過ちをクロン城の中で解いていくこととなる。さて、取り残された兵士の亡霊とは一体何なんだろうか。次回そいつと戦ってみようと思うよ。それでは皆様ごきげんよう。シューレタリゲーター。またね。バイバイ。